今何と言った？やっぱりあんたとはいけねえよ。オズバルド、オズバルドよ、君の会は出たか。今日も会は出ずか。日が暮れてしまった。リタとエレナが夕食を用意している頃合いだろう。帰らねば。リタ！エレナ！ああ！ハーペイ。私は長くその背中を追いかけてきた。だが、私が君のすべてを奪ってやる。君の代わりに究極を完成させてやろう。いたぞ、オズバルドだ。ハーベイ、貴様！オズバルドよ、これが私の会だ。あの日からこの胸の炎が消えることはない。ハーベイ、俺から全てを奪った男よ。先生、なあ、オズバルド先生、んだよ、ぼっとして生きてるかよ。うん、ああ、問題ない。ったく、頼むぜ。あんたが頼りなんだ。この先だ、行くぞ。さて、あ、プランを考えねば。炎はもう破壊したのだ。いいぞ先生。ほらよ、ダッセーやつだぜ。やったぜ！ついにクソ監獄を脱出だ！喜ぶのは早い。夏奥は知られる。ねえ、
お次はどうする？学者先生。早めに決めてくれよ。凍えちまう。あとは最後の難関、島からの脱出だ。査察団の船が港に停泊しているはずだが、監視庁から査察団へ計画が漏れた可能性が高い。まずは状況を正確に把握するべきだ。行くぞ、査察団の船だ。邪魔だ。さて、炎はもうプラン通りだ。やるか。ほらよ、プラン。おお、貴重な知見を得たな。水を見せてやる。炎はもう破壊したぞ。いいって。ほらよ、ダッセーやつだぜ。おい、聞いたか？脱走者が出たらしい。警戒を強めろ。脱走者を探し出すの。なんてこった。査察団にまでバレちまってる。どうする、相棒？計画を変更するしかあるまい。査察団の船は使えない。代わりを調達する必要がある。おいおい、どこに他の船があるってんだよ。いたぞ、脱走者だ。来やがった。先生、追ってな。やむを得ん。これ以上騒がれる前に口を塞ぐぞ。来んなよ、来んなよ。氷よ、切り裂け。カスミ、やるかよ。えっ、思考開始。氷よ、切り裂け。プランを考えれば。氷よ、切り裂け。不勉強な。ここにいても追手に見つかるだけだ。
どこかで一時身を隠さねば。先生、あっちに小屋があるぜ。よし、行くぞ。どうするよ先生、このままじゃ捕まっちまうぜ。査察団の船は使えない。何か変わりは？ん？先生、妙案があるなら早くしてくれ。このままじゃ弾が凍っちまうぜ。今何と言った？ああ、弾が凍るって。貝は出た。貴様は優秀な助手だ、エメラルドよ。はあ？俺の息子が役に立つのか？いや、必要なのはそこにある藁だ。おい先生、そんな藁で何する気だよ。船がなければ自ら作るのみだ。おいおい、ふざけてんのかよ先生。藁の船で海を渡る気か？俺たちはカワウソじゃねえぞ。いかにも人間ゆえに知恵を絞る。妖乱よ、巻き起これ。氷の船だ。水に浮かぶ藁を土台として氷で覆ったのだ。船だ。信じられねえ。これならいけるぜ先生。川を挟んだとある雪の町では、凍結した川に藁を敷き、水をかけ凍らせ橋にする。頑強な氷の橋は馬車をも通し町は栄えたらしい。それを思い出したのだ、貴様のおかげでな。人が乗れる強度もある。この極寒だ、氷が溶けることはあるまい。なんとか負けたな。この船、びくともしねえ。意外と頑丈だぜ。当然だ。俺の氷結魔法を侮るな。この時期は、海流に乗れば大陸まで流されるはずだ。まだ一つ懸念がある。
無事に大陸へ逃げたとしても追っ手がかかるだろう。当初の計画では奪った査察団の船を大陸の前で沈める予定だった。事故に見せかけ我々の死亡を偽装するために、だが今となってはそんな猶予はない。なあ先生、ずっと聞きたかったんだ。なんだ。あんた妻子殺しの罪だったよな。本当にやったのか。貴様には関係ない。ほら、長い監獄生活で罪人を腐るほど見てきた。だが先生、あんたは奴らと何か違う。そうだ、あんた違うんだ。止まれ先生。何？止まれってんだよ！やっぱりあんたとはいけねえよ。何が氷の船だ！大陸まで運が良くて数日だ！俺らも凍っちまう！やっぱ俺は査察団の立派な船をいただくぜ。警戒された中で船を奪うのは容易ではない。奪えたとしても島と大陸の両側から追われる。小船で密かに渡航する方が逃げ切れる公算は高い。やってみなきゃわからねえだろ。好きにするがいい。お別れだ、オズバルド先生。別段失望もない。所詮は互いに利益のため手を組んだ関係だった。いたぞ。船を出せ、すぐにだ。な早くしろっつってんだよ。俺は気が短いぞ。オズバルド先生の言う通り、この船じゃ逃げきれねえ。いずれは捕まる。さて、やるか。血へど吐いて掘った大事な隣石炭。
ありがたく使わせてもらうぜ。あばよ、先生。一つの疑問が残った。エメラルドは、なぜ船に火を放ったのか。彼の行動により、監視たちの目は引きつけられ、俺の船は、密かに監獄島を離れることができた。そればかりか。もはや、追ってもかからないだろう。彼らは、俺とエメラルドが別行動になったとは知らない。沈みゆく査察団の船に、俺もいると推測されるはずだ。エメラルドの行動は、まるで。不可解な問いへの解は出ず、俺の胸に、かすかな空虚が訪れた。エメラルド。そして俺は船を漕ぎ続けた。力の続く限り、どこまでも。お帰りなさい、リタ。疲れたでしょ、オズバルド。大したことはない。オズバルド、そばにいて疲れを癒してあげたい。あなたの上着を洗ってあげたい。エレナと一緒にグラーシュを作ってあげたい。リタ。けれどまだできないわ。あなたにはまだやり残したことがある。来ちゃダメよ。あなたはまだこっちへ来ちゃいけない。愛しているわ、オズバルド。リタ。目覚めたか。ここはコールドケープ、小さな漁村じゃ。あんた監獄島の囚人じゃろ。海岸に倒れとったぞ、凍りついた体で。虫の息でな。この地に居を構えて30年、あそこの囚人を3人拾った。が生きて流れ着いたのはあんたが初めてじゃ。無口な男じゃ。口まで凍りついたのか。空腹だ。
あんた学者じゃな。悪いが持ち物を見させてもらった。わしもな、名もない学者だったんじゃ。このローブをやろう。囚人服よりはマシじゃろ。世話になった、ご老人。なーに、大したことはしておらんよ。これからは真っ当に生きなされ。真っ当に生きる。そんな日が来ることはない。ハーベイ、俺の全てを奪った男よ。この炎が消えることはない。貴様は殺すぞ。必ずだ。何をしている？行くぞ。
さあ、いらっしゃい。プランを考えねば。炎よ、燃えろ。さてと、やれよ。ほらほら、しこん悪くないアプローチだ。